で、次が、混じりかな。えー、っと、ページ数で言うと、19ページだね。で、ここで、ちょっとまあ、これね、あ、これは入るお、ちょっとどうちょっと上げるあ、入るか、入らないわ。こう、ちょっとここで止めてもらえます今日はね、かなちゃん来てくれてます。 あ、そっついた、はい、はいはい。こんな感じだよ。このね、横なんだよね。半紙を横にした形で書きます。それで、あのー、慣れてない人は、そうだな。ちょっとこう、折ってみてもいいよ。折るときは、ちょっとこういうふうに。こっちね。ちょっと広めに。で、ちょっとこう。で、そこにこう、ど,れどういうふうに入っているか。で、あ、そうか。 お手本の方にも線を引く場合は、そうだ、お手本の方に線を引いて、で、同じように、四分の一すれば、その方が、初心者の人はどこに配置してあるかわかるよね。で、ここのところが、ちょっと広めに残る。左側が広め。で、右側が、ちょっと左よりも狭くなるように。だここのさ、小書きの部分があるから、 この小書きの部分を書く前の段階では結構ここ残ってるよ。皆さんこうきつきつに書いちゃうことがあるからね。その辺を見てほしい。で、下は揃えて、上がこういう風にいろいろ変化がある。ということ。で、前半2行がひらがなでしょで、ひらがなを書くときに、まあひらがなだけじゃないんだけれども、変化をつけてもらいたいんだ。 ちょっとその説明なんだけど、これ、これね、変化をね、うん、ちょっとつけてみたの。つけてないようでつけてみた。これがね、普通にこう、なんとなくこう、まあ、ちょっとこの辺違うけれども、学生さんが書くような感じえー、っと、こういう風に四角とか横こう、きちんとこう並べる形。まあ、これがまあ、変化があまりない。で、次は、 今度は、えっ、ー、と、ひらがなをキュッとひっつけたり、キュッと開けたり、そんな風にして、一つ一つの文字だけをこうひっつけたり、広げたりしてみたのがこれ。ちょっとだけ変化をつけてみた。で、次、三番目は、そういう風に、えっ、ー、と、うんと、じとじとひっつけたりもしてるんだけれども、じそのものをキュッと絞ってみた。このななんだけれども、 なをぐっとここを絞って、ここを広がって、ここを絞ってみた。だから、な一つだけで、えー、ボンキュッボンっていう変化をつけてみると、またここにひる変化が出るんだよね。だからん、ひらがなだけの変化をつけるのは、えっ、ー、と、じと,じとじとひっつけたり話したりする。それから、文字の中の空間をキュッと締めたり、キュッと広げたり。 脳もこれ同じように一応分かりやすく書いたんだけど、こう書くのと、こう、こっちを広げてこっちを狭くするのと表情が変わってくるから、そうやってえ違う形を見せるっていうのが一つ。それから、あとは線の太さを変える。その線の太さを変えるっていうのは、 ゾーホね。たとえばとりだ。という字すっと書いて、すっと書いて、すっと書く。のと、ここはすっと書いて。次はゾーを使って、ぐっと太くして。で、すっと書いて、ここで。展開をして、太くする。あ、細くなっちゃった。っていうように。 線の太さで変化をするって2つパターンぐらいを、うん、ちょっとイメージして書いてもらうといいかな。えー、っと、粗密だね。粗密の変化。そのそ粗密の中には2つある。字と字とをひっつけたり広げたりするものが1つ。それから字そのものの中の空間を広げたりひうんと狭くしたりする二つ。もう1つは線をうんと太くする細くする。 っていうようなことの展開で変化をつけてもらうといいかなその辺をちょっとみんな見てもらいながら書こうかなじゃあ置いてもらえばあど横だからあれかここの辺いけるはい楽しんでるちょっとじゃあやろうかな、うん、ではんどうせなら先生なんだか あと、潤滑も入れるといいよ。ここでカッを入れると表情が豊かになるかな。もっとカッ これさ、こう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 、縦か。縦よくこうこうか。ちょっと今、質順違ってたな。これは恋に変えた。ちょっと大きかったかな。 こ,こ,も強弱ね、こうもうちょっと太くするか。で印がここにきて出来上がりと。どうかなちょっと線が太いところ細いところあ強弱があんまり来てなかったかな。あの粗密を持ってグッと つけたり、話したりをしてもいいかもしれないね。ここの自然、ちょっと最初違ったからね、気をつけてね。うん、合ってた。お、合ってた。<laughs> あれ。ごめん、ごめん。合ってた。<laughs> もう一回言うね。<laughs> あれ、そう。こうでしょこう書いて、こう書いて、こう書いて、こあら、最初のが合ってた。<laughs> なんだか間違ってるかと思って、ちょっとヒヤヒヤして2回も行っちゃった。ということなので、あってました。ま、ということ、ここもね、強弱つけてね、ポイントは、えっ、ー、と、変化をつけようっていうのが今回の課題にしたいな、当輪会の。はい、ではこれで、次もちょっと大きいよ。次も、次のページの20ページ。 ごめんね。石飛先生の。これ、どう映る、うん、これねー。ちょっと私ちっちゃかったけど、おしゃれだよね。で、パッと見たら、最初、カタカナなんだよね。で、カタカナっていうのは漢字とよりも、あの、画数がぐっと少ないじゃないこれ入れようか。ほら。ねえ。ぐっと少ないじゃないそれなのに、上、うん、上手にさって。 ととっってても素敵にこうまとまってるんだよ、ね、でやっぱりこのバッとこうカタカナをあの迫力バッとこうあのイメージよく書かれてるんだろうなと思ってであと漢字がちょっと小さめにしっかりと書かれてるんだろうなそれでねみんなねお手本見る時ここ隠してみてくれるイメージでそうすると下が重くないこれ。 で、これがあることで、こっちの下の重さと上手にこう、うまくこう、響き合ってないこれ。だからこれってね、大切なんだよね。皆さん書くとき多分、え、ここにあんのピピって書いちゃうんだけれども、違うんだよ。重さがちゃんとか、あの、響き合わないとダメなんだよ。これね。よく感じてね。で、ここもこう、あの、なくしてイメージしてみて。 何かこ,こがポカンと開いた感じがするよね。ここにある意味が、ここに黒がある意味があるんだよね。それをちゃんと感じて書いてください。それと、横への展開が素敵な作品だよね。横へずっと、横の線が横へ展開している。さっきの細い線、太い線、露方で書いてある線と、造方で書いてある線によって、こう、 表情ができてるよねその辺を見て書いてもらうといいかななんかスピード感を感じるよね違ったりして <laughs> でもスピード感感じるんだけどこれはね、半切三分の一です半切を三分の一にカットしてそれを縦にしてみてくださいこれはなんて書いたっけな これでいいかじゃあちょっと書いてみるね、うん、お暗くないちょっと暗いです明かりがねおちょっと二重書きしたあてんてがないね シャープな線がすごい素敵な作品だよね。そういうところをこうちょっと真似てみてよ。 この、ね、てんてんっていうか、このね丁寧にねでねこれださあ、はい、うまくいくかな してみた何で言う,ぞうんその方が合うように思ったからここにいいんかなっていう感じちょっとあれかなちっちゃいかなまあ、えーとカタカナとひらがなあ漢字とひらがなのこれ響き合うようにね上手に書いてみるといいんじゃないかな。皆さんの力作お待ちしてますね。 というところ。で、次が、あ、次はね、上腹に行きたいんだ。あるあじゃあ、上腹の場所に行きますか、ね